ナショナルフィルムアワード最優秀監督賞は、ナショナルフィルムアワードの賞の一つ。1967年に創設され、映画祭事務局が任命した選考委員会によって選ばれた映画監督が受賞する。受賞者には、賞賞と賞金25万ルピーが贈られる。インド映画には20を超える言語映画が存在するが、このうち最も監督賞を受賞した言語映画は、 ベンガル語映画の16回であり、続いて、マラヤーラム語映画、ヒンディ語映画、タミル語映画、英語映画、カンナダ語映画、アッサム語映画、パンジャーブ語映画、マラーティ語映画となっている。最初に受賞したのは1967年にキリオカーナを監督したサタジットレイであり、2017年時点で彼は歴代最多受賞者となっている。 アドゥール・ゴーパー・ラクリッシュナンは1972年の監督デビュー作スウェー・オマ・バームで受賞者となった。無理なる線は4回受賞しており、異なる言語映画で監督賞を受賞した唯一の監督でもある。第19回ナショナルフィルムアワードでは初めて共同監督が監督賞を受賞している。ありがとうございます。